少書大伝は、少書を解釈した書籍。作者、執筆時期は、完全に明らかにはされていない。現在見られるのは秀逸本だけで、河鈴髄が作成したものが最良である。少書大伝は、旧代では、全館の副賞の著作とされ、一般には、彼の学生であるバリセイと応用生が彼の学説に沿って作成したものであるとされている。 紀元前一世紀頃に作られ、今文学派の著作に属している。本書の内容の多くは、小書から各種の期単や階段を引き出すものであり、学者によってはこの書を、元代の真意の学の影響を受けたものであるとする。四個定要はこれを、抜き書の一種であるとして、小書の分類の末尾に付している。漢助形文詞の小書の分類には、伝十一編とあり、 作者は明言していない。随所形跡史には、小書大伝三冠提言中とあるが、これも作者を明言しない。新城工業史は、文帝の時に、複製が大伝を作ったと書かれている。おそらく、宋代にはすでに部分的にしか伝わっておらず、秋代には完全に散逸した。五冠書提言伝には、提言中、小書大伝の記録がある。四古提言は、 玉海が引く、中高感覚書目を引用して、以下のように述べている。二字福生なり。複製ためしん博士、思考文字年活つ百歳。バリ生、イ、応援生十その学児受けの。音生直えな子、ゆうかご、戦後直おますさ、十も点てのこと、不能無質。生終わりご、数字格論書記記、も、おのれいびほうその決、別作証句。また、特選大義。 元へ、俗指、名の岩く伝。流教公書、特次上の、盆四十一遍、戦時ため八十一遍。四個定王提言中も、東大の後に失われ、新代になって秀一された。谷へ、複製及び、小書大伝研究、新宿記、小書大伝定本、著、ありがとうございます。